こんな方いらっしゃいませんでしょうか。ギターが欲しいんだけどどうやって選べばいいのかわからない。でも安心してください。この動画を見ればそれが解決できるかもしれません。ギターの選び方をしっかりと解説させていただきます。今回は特別なお客様を招いて、その方がどうやってギターを選ぶのか、そしてどんなギターを買うのか、リアルに撮影させていただきました。一切やらせはございません。ぜひご覧ください。どうぞ。もう入っちゃうよ。すごいなってる。味がすごい。味がすごいんですよ。握りは握るほどいいっすね、ギターね。そう。あ、なんかめっちゃいいっすね、これ、うん、ギターの選び方って、うん、まあ、いろいろな選び方があります、うんうん、その中で僕が一番大事にしてるのは、うん、こんにちは、オットレギターです。今日はですね、特別企画ということになります。今日ですね、お越しいただいてるのはですね、株式会社ドラゴン教育革命のドラゴン先生こと坂田誠一郎さんに来ていただいております。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。このチャンネルに。はい、まあ、なぜこのドラゴン先生がですね、今ここにいるかというとですね、あの当店のオットリエイベントのですね、クラファンの中でオットリエチャンネルとのコラボ券というのをですね、うん、販売させていただきまして、このドラゴン先生がですね、もう即座にご購入していただいたんですね、うん、はい、ということで今日はですね、こういった動画を撮ってるんですけども、どういった企画かというとですね、今日はかなり特別です、うん、はい、実はドラゴン先生ですね、ちょっとギターが欲しいんだよなというご相談がありまして、うん、このオットリエの中でですね、なんか気に入ったギターがあればちょっと欲しいなというようなご相談があったので、今日ですね、今日は特別企画としてこのオットリエの在庫の中で、あの私がですね、いろんな提案をしてドラゴン先生に合うようなちょっとギターをですね、ご紹介したいという、そんな動画となっております。はい、まあ、通常はですね、当店あの完全予約制でこういう陳列してあるギターから選んで買うというシステムは取ってないんですけども、今日は特別にコラボ券をご購入していただいたということで、やらせていただきたいと思います。ありがとうございます。ドラゴン先生、ギターは何年ぐらいされてるとか教えていただいていいですか？あの、そんな何年やってるとかレベルじゃなくてですね、本当皆さんにね、もう説明するのも恥ずかしいです。僕もともと教員をやってまして、でその時に、まあ、クラス最後の日、卒業式とか学級解散の日に、うん、まあ、弾く。だから年に1回、まあ、1週間前ぐらいに頑張って、うん、高橋優君の福笑いだけを練習するっていうぐらいだったんで、あのもう本当恥ずかしい、まずどれぐらいやってるんですかって言われてもないんですけど、ほとんど触ってないです最近は。なるほどですね。そうしますと、どちらかというと初級者、中級者、うん、上級者で言えば初級です。初級という感じで。なるほど、かしました。ではそのまあ初級者に向けたですね、うん、ギターの選び方、そして、うん、このドラゴン先生に合うようなギターをですね、ちょっと提案させていただきたいと思います、うん、さて、このドラゴン先生、どんなギターをご購入されるのか、うん、まあ、されないのか分かりませんけども、ぜひご覧いただければと思います。お願いします。ではですね、ドラゴン先生、うん、早速なんですけども、まあ、今日ちょっとギターがこんな感じでわーっとありますが、すごい、このギターかっこいいなとか、うん、なんかそういうのもしあったら教えてもらっていいですか？いや、もう全部かっこいい。ただかっこいいなっていう中にも、なんだろうな、なんかすごいシンプルなのが好きなのかもなっていうのがあって、うん、なるほど。だから、うん、ここなんていうんですか、こういうやつ、これピックガードですね。ピックガード、はい、だピックガードのとこにそんなにデザイン性を求めてないかなみたいな、こんなんでいいですか？はい、大丈夫です、うんうん、まあ、なぜそれを聞いたかというとですね、うんうん、まあ、ギターの選び方って、うん、まあ、いろいろな選び方があります、うんうん、その中で僕が一番大事にしてるのは、うん、やっぱり僕はルックスだと思うんですね。へえ。ギターってファッションだと僕思ってます。例えばファッション、はい、例えば服だったりとか時計だったりとか、うん、眼鏡とか帽子とかいろいろあると思うんですけど、うん、ギターも僕はファッションの一つで、うん、どのギターをどんなギターを持って、うん、
鏡に映る自分を見たいな。面白い、うん、そういう発想なんだ。僕はそうだったんですよ。やっぱり憧れのアーティストがいて、うん、あの人が持ってるギター、わかっこいいな、うんうんうん、うわ俺 あのギター持ちたいな。例えば材質が何かとか、うん、メーカーが何かとか、うん、そこはなんか後だったんですよ、うん、でまずはなんか形から入る、はいはいはい、やっぱりかっこいいものを身につけたいじゃないですか、うんうんうん、自分が気に入ってるもの、うん、なので最初にそういったちょっと質問をしてみました。かっこよさ大事ですね。かっこよさ大事です、大事です。ちなみにこう言ってみてると、はい、ひときわ違うあれは何だっていう、はい、ああそうですね、デザインが全然違うじゃないですか。全然違いますね、はい、まず これ、まあ、このパターンだとこれ何ですか。これはですね、この F ホールってですね、ちょうどアルファベットの F みたいな感じで、はいはいはい、どちらかというと、うん、こういうギターを好む方というのは、ブルースとか、ジャズを弾くような感じ。あアメリカの古いそのバーとかで、うんうんうん、ちょっとつまびいて、お酒を飲みながら、はいはいはい、というような何か感じですね。おしゃれなギターですね、どちらかというと。おしゃれ、ちょっと持ってみてください。おしゃれ、あれだか。あ、そうです、座って弾いていただいて。おしゃれ、はい、確かに。ちなみになんか弾けるわけじゃないんで、ね、弾けるもありますので。ありがとうございます。ありがとうございます。あでもさらっとそのパッと C を押さえて、そうだから、C ぐらいあでもすごい。これちなみに何年ぐらいだ。これ1950年代ですね。ええーはい、ヴィンテージになります。これ歴史すごい、歴史すごいですね。ちなみにもう俗っぽい人間なんでいくらぐらい。これはですねまだ値打ちですよ。値打ちです。まあ値打ちっていうのはあれですけども、まだ30万円しないぐらいです。あへえーはい、なんかすっごい高く見える。そうですね、高く見えますよね、うんうんうん、似たようなこう、まあ、いわゆるヴィンテージギターというんですけども、うん、こういったヴィンテージギターの中でもいろいろあって、うん、中にはもう何百万円何千万円するギターもありますし、うん、まだ手が届くっていうものもあったりします。へえーうん、味がすごい。味がすごいんですよ、うん、かっこいいんですよ。これ、ギブソン。これギブソンです。さっき聞きましたよ、世界三大メーカーマーチンとギブソンと、テイラー。テイラーそうです、うん、すごい。なるほど。こういうのはもちろんかっこいいと思うんですけど、はい、そうだ、オーソドックスなやつが好きなかもしれないですね。好きかもしれないですね。オーソドックスで言うとですね、はい、売れてるギター、うん、まあ一二を争うギターなんですけども、はい、こちらですね。それはい、これ何かというとですね、ギブソンの J45、はい、J45。 この J45 っていうのはもう本当世界中のアーティストの方々がもともとずっと使ってたということで、アコースティックギターを持つならこのまあ J45 か、まあ、マーチンのギターっていったところが一番有名なところですね。面白い。もう結構今それで聞いて、はい、みんな持って結構差別化好きなくせに、はい、なんか有名な人はみんなこれとりあえず持ってるよっていうの好きそれは今の話聞いて、グッと聞かないと分かんないね。まあそうですね、そうですね。なので僕の今日のちょっとコンセプトというかですね、うん、まずドラゴン先生が持っておかしくないギター、うんうん、持ってかっこいいギターっていうのをずらっととりあえず、はい、今日は流れた感じです。ありがとうございます、はい、でもドラゴ先生って今もうチャンネル登録者数が、今どのぐらいですか。8万7000ぐらいですかね。8万7000ですよ。ちなみに YouTube は初めてどのくらい経ちますか。もうちょっとで丸5年。丸5年、ああ丸5年で8万人ですよ。すごいですよね。やっぱりそういったいわゆる、まあ、ドラゴン先生のチャンネル見ていただければ分かると思うんですけども、もう本当にたくさんの素晴らしい情報を発信しているもうインフルエンサーの方ですよ。やっぱりインフルエンサーの方がですね、やっぱり見る人から見て、わっさすがドラゴン先生と、またあのドラゴン先生はあのギター持ってるんだっていうものを持ってほしいっていう僕のやっぱ思いがありますよね。でも
それ全く同じことを、はい、あのオーダーメイドスーツの仕立ての方に言われて、だからこれからじゃあ、あのトヨタスタジアム満席する人なんですよね、はい、そしたらもう恥ずかしくない、はい、その仕立てにしましょうって。なるほど。全くファッションと一緒だし、はい、今すごい分かった。そうですね、そう思うと、これ今第一位ですね、これね。そうですね、これはもう絶対もう持ってて全然おかしくないというか、あのかっこいいですよ。さすがドラさんですね。すごい。 C から、 C からさすがです。すごい。あ、でも、あ、なんかしっくりとかありますね。なんかすごい、すごい、すごい。あ、絵を押された。あ、いいですね。あ、素晴らしい。すごい、すごい。あ、なんかでもすごい、なんだろう、弾きやすいですか、やっぱりね。弾きやすいですね。すごい弾きやすいです。すごい、すごい。なんかちゃんとなってくれるんで。なってくれます。で、最近だと、あいみょんも同じものを使ってますね。そうって言われると、買いたくなる。すごい。アイメンも好き。すごい。ちなみにまた俗っぽいんですけど、はいはい、これはですね、27万5000円ですね。いい。定価で言うと今40万円しか出しますけども、はい、ちょこちょこ融通になりますが、すごく綺麗な融通で、はい、そうですね、2021年製なのでまだまだ新しいギターです。すごい、はい、綺麗です。ですね。これちなみにあれですか、ケースももらえるんですか。もちろんです。ガッチリとしたギブソンって書いてあるケース。いいですね。そうなんですよ、ギブソンって書いてある。書いてあるんですよ。最近はちょっとなくなっちゃったんですけど、はい、50代60代とか、あと僕ら世代の方でギターをされてる方は分かると思うんですけど、ハードケースを持って歩くっていうのがステータスだったんですね、うん、そこにギブソンとかマーチンとか書いてあると、それだけでステータスになっちゃうっていう時代がありました。今はハードケース持って歩くってことは少ないですけど、皆さんリュックみたいな感じでギグバッグを背負って歩く方が多いですけど、うん、そういった意味でももうドヤれるアイテムでございます。しかもそれでなんか FBO4 って言ってたらちょっとね、練習せなかったってありますね。ああ、ね、いいと思う。そうですね、すごい。これいいですよ。これまず今。そうですね、いいですね。まずまずそれはそういったものだっていう。恥ずかしくないものって大事ですね。はい、そうだ、恥ずかしく。かっこいいものですね。持っててかっこいいものです。ありがとうございます。はい、そうですね。すごい。あとなんかおすすめありますか。そうですね。あとは、ちょっと小ぶりになりますけども。はい。はい。これマーチンの、シングル418というモデルになりますね。マーチン来た。マーチンですね。マーチンの中でもちょっと小ぶりな感じですね。はい、はい、この小ぶりなギターもなんかそのドラゴン先生より結構身長高いです、ね。はいはい。どのぐらいありますか。182ぐらい。182ですよね。で、もともと10でやってる。10で押されてるんですよね、うん、で結構がっちりした感じじゃないですか、うん、ファッションおしゃれなんですよ。すごいです。で、結構最近の傾向でおしゃれな方ってなんか小ぶりなギターを持ってる方が結構多かったりとかして、へえ、なんか体が大きいから大きなギターももちろんいいんですけど、うん、逆にこういったちょっと小ぶりなギターもちょっと似合うんじゃないかなと思って。あ、いいっすね。これもなんかすごい今一番キュッとかで、あ、キュッてきました。キュッてきました。はいはいはい、なんか小ぶりな感じで、なんかね、しっくりきますね。なんかこれいいっすね。あ、なんかめっちゃいいっすね、これ。そうです、ね、うん、すげえしっくりきます、これ。あ、本当ですか。なんか、あ、なんか抱えてわかる。はい、なんかすっごい、なんかおしゃれ、うんうん、おしゃれですよね。それはマーチン。これマーチンです。第一マーチンです。もう、ギターといえばマーチン。ギターといえば世界のマーチンですね。すごい、なんかこれもまた、さっきも良かったんですけど、はい、これぐらいの方がなんか演奏しやすい、で、また小ぶりなのがおしゃれで、ね、マーチンじゃないですか、うん、すごくかっこいいんですよ、なんかそういうのが。すぐにちょっとこっち第一位。いいです、いいです、いいです。すごい、これまたおいくらぐらいですか。33万円。33。そうですね、いいっすね、ええ、めっちゃいい。かわいいっす。かわいいです。すごく綺麗で、なんかちょっと明るいのもいいですね。明るいですよね、マーチン。そうですね、すごくやっぱり材が綺麗なんですよ、この木目が。この木目もやっぱり
ギター好きな人にとっては大切な部位なんですね。これめっちゃ可愛いですね。はー、これいいですね。これ第一位ですね。はい、軽くてすごくこれも、そうですね、ありがとうございます、はい、すごい。であとはその3大メーカー、今ギブソン、マーチン来ましたので、ちょっとテイラー、はい、こちらちょっと小ぶりなテイラーになります。ありがとうございます。これも可愛い、これも可愛いですね。そうです、可愛いですね。あー、これもなんか小ぶりの方が好きなのかな。なんかいいですね。あ、そうですか。キュッとくる感じですか。そう、キュッとくる。あ、これもなんか音いいですね。音いいです、すごく音いいですね、はい、すごいなんかいいです。さっきからどんどん良くなる。そうですか。これ音すごいな。これ音いいですね。なんだこれ。すごいですね。すごいなる。うん、なります。やっぱりその三大メーカーだけあって、特にこのテイラーって後から入ってきたんですよ。はいはい、だけどその歴史が長いマーチン、ギブソンに次いで3位になる。3位というか三本柱のうちの1本になるっていう。こともっていうのはやっぱりこれ企業努力っていうのがあったと思いますね。すごく人気があります。アメリカでは一番テイラーが売れてます。ああ、そうなんだ。シェアが一番多く沿ってます。うん、すごいなんか、なんか安定感。そうですね。うん、で、でこのテイラーを持つ方っておしゃれな方。そうなんだ。なんかどちらかというとスタイリッシュというか。はいはいはい。なんかシュッとした感じというんですかね、あ、スマートな方っていうんですかね、そういう方が持たれますね、ちょっとなんか今ちょっとマーチンのと、はい、今これが今こう今こう競ってますね。ああ、そうです、はい、いいですね。めっちゃいいこれ、へ、いいですね。ちょっとやっぱちょっとミニの方が俺好きなのかな、そんな気がしてきました。そうですね。でこれはですね、まあ、先ほどのギブソンも一緒だったんですけども、アンプに通すことができるので、あ、これそうだ、はい、そうです。なのでトヨタスタジアムでパーンと歌う時でも、ああもうすぐ使えます。それを、それ言われちゃうともう一択になっちゃう。これあれはないですもんね。ないんですけども、後からつけることもできます。あ、はい、そうですね、すごっ。こちらおいくら。これがですね20万円です。え、はい、すごいお得じゃん。めちゃめちゃお得です。え、はい、すごい。そうですね、ちょっとだいぶ今だいぶさっきまでついさっきまでもう絶対マーチンだと思った、はい、グラグラくるじゃないですか。テイラー、すテイラーいいですね。いい、はい、音がすごくバンってきたんで、バンときますね。小ぶりなんですけどバンって出ますんで、すごくいいですね。素晴らしい。人気がある理由っていうのが分かります。あ、はい、なるんですね、やっぱね。なります。なりが。生音でもなりますし、アンプに通してもしっかりなるというのが、まあ、テイラーのいいところでもありますね。あ、すごい。テイラー。いいですね、こういうの。テイラーって書いてあるの可愛いですね。そうですね、可愛いですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お、今、ちょっとこれ今、かなりこれ第一。あ、本当ですか。どんどん。いいですね。どんどん上がってくる。やいですね、じゃあ。なんか、やいできた。ヤイリギターも岐阜のギターなんですけども、はい、これもちょっとこれはまた氷炭型でちょっとボディが大きめではありますけどね。確かに、美しいですね。これも美しいです。やっぱりあの日本のギターって作りがすごく丁寧なんですよ、クオリティが高いですね。やっぱ海外からも評価されてますし、でネックがすごく細くて握れやすいっていうのもまた特徴だったりします。あ、本当だ、ヤイリさん、そうですね、ああすごいいいですね。と握れば握るほどいいですね、ギターね。そうですね、なんか握れば握るほど、そうですね、これどれもいいですね。どれもそれぞれの良さがあります。確かに、この迷っちゃうじゃんこれ、いいですよこれ、ちょっと書いてある、ね、そうですね、そこにケアリーと入ってますね。ちなみに、はい、ピックガードあるなしっていうのはなぜ、はい、ピックガードのありなしっていうのは、そのピックガードっていうのは本来は、まあ、ピックで弾いた時にボディに傷がつかないような感じですね、まあ、そういった目的がついてるのが本来なんですけど も、 もう今でははっきり言ってもう
ファッションみたいな感じですよね。そのピックガードも含めてのルックスといった感じですね。確かに、はい、あえてないというルックス。そうです、そうです、いやこれも美しい、美しいですよね。すごく作りがいいんですよ、すごいクオリティが高いです。なかなかこうやっていろんなね、ギターを手にしながらっていうのも、ね、普段だからじゃ楽器屋さん行きましたって言っても、はい、なんかちょっと気使ってね、そんなできないですけど、そうですね、すごいな、ありがたいです、こんなの見れて。でも今上がってきたのはちょっとやっぱミニギターの方がなんか可愛い。僕でやっぱ赤ちゃんとか子供好きで、ああ、はいはいはい、そんな感覚かもしれないね。なるほどなるほど、あ、いいですね。ちょっと小さい方が好き。素敵ですね、素敵ですね、いい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 ですね。でっかい方が嫌いなわけじゃないですか。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。はは、なるほどなるほど、なんとなくちょっと絞れてきましたね。ね、なんとなく分かってきました。はい、なんかまた出てきた。そうですね、同じヤエリなんですけど、ヤエリ小ぶりなおしゃれなやつ。おしゃれ、すごいなってる。何これ、すごいすごいよ。2021年製ですね、ヤエリのラグ 65V というですね、モデルです。ヤエリ、はい、岐阜、岐阜です、はい、なんかここのデザインごついっすね、いいっすね。そうですね、それも昔ながらのちょっとあのヘッドの形をしてますね。これ透明のピックガードがついてますですね、綺麗、綺麗ですね、かわいい、かわいいですね、うん、あ、すごっ、なんこれ、全然違う、違いますね、なんかちょっとこう、おっとこう、はい、とか、やっぱギターによって音が、そうですね、同じような、そうなんですよ、やっぱりあのその形もあるんですけども、あとはやっぱりその材質の違いだったりとか、あと、同じ材でもメーカーによって音が違うっていうのがありますし、すごく様々ですね。なんか、うん、すごい違うのがすごい分かる、うん、持ちやすいな、これ持ちやすいですね。確かに、でここのネックのところもなんか、はい、ちょっとこう、このはちょっとこう古い感じなんですかね。そうですね、あのスロッテッドヘッドっていうんですけども、うん、昔 の、 あのクラシックギターとかがこういったヘッドをしてましたね、うんうんうん、ですね、このギターはどちらかというとそのまだ2021年のギターなんですけども、そのヴィンテージのようなちょっと、うん、あのレトロな雰囲気が、うん、を作ってるっていうような感じですね。確かに、うん、そう、直感的に言うと、うん、こっちの方、ま、なんか好み、好みかな。なるほどなるほど、いいですね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 、いや面白い、こういったものもある。ありがとうございます、持ちやすい、持ちやすいですね、可愛いですよね、可愛い、おしゃれな感じです。はい、一番小さくね。そうです、一番小さいですね、うん、なのでなんかそのどちらかというとちょっとソファーの、ね、片隅に置いて、うん、ちょっとした時にちょっとつまびくというよう な、うん、なんかそんなギターかなと思いますね。確かに、うん、そろそろ決めに行きたいですね、これね。そうですね、大体まあ一通りといった感じではありますけども、うん、まあ、どちらかというとちょっとコンパクトなギターがお好きなのかなっていうようなところですよね。一個じゃ気になるギターあって、はい、どうぞ。ヤマハってどうなんですか。お、いいですね、いいですね、そうですね、ヤマハ、なんか日本でよく売れてそうなイメージ、ね、はい、そうですね、やっぱりヤマハが日本では一番売れてます。あ、一番売れてます、はい、そうなんですね、ヤマハはやっぱりクオリティが高いですね。へえ、うん、大企業だけあって、その結構ギターってその当たり外れがあったりとかもするんですけども、まあ要するに同じモデルでもこのギターは鳴るけどこっち全然鳴らないなって結構あるんですよ、すごくあるんですよ。やっぱりその一つ一つがその唯一無二の木材で作ってるので、やっぱりどうしてもそういうのあるんですけど、ヤマハとか、まあ、ヤエリもそうですけど、国産のギターっていうのはどちらかというとそういう個体差っていうのがなるべくないような作りをしてますね。はい、ありがとうございます。全部綺麗だな。でもいいですね、すごい綺麗。これはまたエレ、そうですね、これエレアコなので、これもアンプに通して弾くことができます。これもいい音ですね。そうですね、鳴ってますよね、しっかりと。おお、まあ、鳴りとしてはこれすごい一番鳴ってる気がする。ああ、そうですね、まあ、お好みの音かもしれないですね。おお、めっちゃ鳴ってる。
んとしっくりくるな。なんかちょっと小ぶりで、あと厚みも薄いので、シュッと抱え込んだらいいかな。しっくりくるんですよね。いいですね、ですね。だから迷っちゃったじゃんね。いいですね。黒か、なんかでもなんか多分茶色の方が好きなんですよ。ああ、なるほどなるほど。はい、はい、これすごい、これもすごいいいですね。いいですね。うん、ちょっとシースルーな感じで、真っ黒ではなく木目がちょっと見えるような感じ。ああ、確かに。ちょっと大人な感じですよね。本当だ。でここのバインディングっていうんですけど、これは 木のバインディングを使ってるんですね。結構普通のギターって普通のこういうし白のプラスチックだったりとかするんですけど、はいはいはい、なんかこの木を使ったりとかして、ちょっとここら辺が高級感がありますよね。こだわってるんだな、ね、これも素晴らしいですね。うん、でも絞れてきたのはそうですね、茶色がいいっていう、ね、なるほどなるほど、いいですね、いいですね、はい、合ってきました。いいです、いいですね。持ちやすいですね、これ。そうです、持ちやすいですね。これはですね、ギブソンの LG2 という LG2、 ギブソン来ました、ギブソン来ました。はい、小ぶりなギターですね、これも。いいですね、小ぶり。割と小ぶりなギターあるんです ね結構ありますね。おついのがかかなったけど、あ、なんか繊細、すごい綺麗。すごい、弾きやすいですね。弾きやすい。これも可愛いな。そうですね。うん、なんかこれもですね、アンプに通して弾くことができます。本当、中にいろいろある。あ、本当本当。なんか調整できるのがここにあるのもあるし。そうですね。ここにあるのは、まあ、いわゆるエレアコという、うん、モデルになって、で中にあったりとかするのはもともと生ギターなんですけども、後からそういう機械を入れたっていうパターンが多いですね。はいはいはい。なので結構ギブソンのギターっていうのはそういう後から入れるパターンが多いです。へー、ね、工事に出してそうですね、まあもともと生ギターにそのピックアップを入れて販売はするんですけども、元は生ギターです。へー、なのでここに最初からついてるテイラーとかっていうのはヤマハとかでもそうですけども、最初からエレアコとしても製造段階からも組み込まれてるっていう感じですね。でもこれたくさん握らせてもらって思うのが、はいはい、やっぱり今のそことそれがなんか強いですね。いいですね、いいですね、いいですね。その2つっていいですね、いいですね、うん、絞れてきましたね。いいですね、いいですね、来ましたね。じゃあもう一回弾いてもらいましょう。ありがとうございます。結構ね、今触らせてもらって、はい、でも、いやこっち側の顔も可愛いですね、なんかね。いいですね、なんかすごい可愛いですね、これ。いいな、うん、しっくりきますね、これ鳴ってるな、これすごいよね、明るい音がしますですね、これすごいな、顔これめっちゃいいですね。あ、うん、なんか可愛いです。可愛いですね。よしよし。ありがとうございます。こちらをちょっと。あ、これなんかツヤがすごい。うん、そうですね。こちらはツヤ消しになりますね。はい、こちらはツヤありという感じですね。だいぶそれでも違ってきますよね。すごい。ツヤがすごいな、はい。かっこいいな。うん、これがマーチン。マーチンです。マーチンっていうのでやられそうだな。うん、あとはでそっちの方がエレアコだからいいっていうのもあるけど、これはやばい。どうしよう。いいすごい。いや、いいっすね、これも。めっちゃいい。この2つに僕は絞られてる感じですね。あ、すごい。いつやりっこいいな。どっちもいいな。あとは直感ですね、これね。そうですね。うん、そうですね。でもなんかそのマーチン1本持ってたいみたいな。ああ、なるほど。わかります。
いいですね。そう、第1位だと思ってね。なんかわかりますね、うん、ドラゴン先生でギター何持ってるんですか。あ、マシンだよ、ね、そうですよね。それもありですよね、うん、綺麗だもんな。綺麗ですね、それ、うん、そう、これいいな。じゃあ、こちらにします。決定でよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いい。じゃあ、似合いますよ、でも本当に、これすごい、なんか、うん、もちろん、あの、テイラーがダメだったわけじゃなくて、はい、テイラーも素晴らしい。テイラーもそうですね、すごいいいんですけど、だからとりあえずなんか、すごい、すごい、なんか、マーチンっていうセルフイメージ業界一位の。なるほどですね、それを欲したいな、すごいいいです、これ、うん、やっぱ教育業の中でも一流なので一流なものを持っていただくっていうのはいいと思います。はい、ありがとうございます、うん。よくマーチンでも今本当幅広くて、上は700万円のマーチンからですね、で下はですね本当に数十万円を切るぐらいのマーチンもたくさんあるんですけども、やっぱりここというのはもういわゆるそのレンガ版とかではなくて、このスタンダードクラスの基本中の基本のラインになるので、ドラゴン先生にもふさわしいギターで間違いないです。ありがとうございます。いや、いいっすね、これ、うん、これちなみに、はい、保管というか、はい、これってやっぱり冬場はね、やっぱりこうハードケースに入れておいた方がいいとか、だからあるんですか。そうですね、これ基本的なところなんですけども、ギターもですね、もう人と同じで結構デリケートなものです。お、なるほど、はい、寒すぎるところ、暑すぎるところっていうのがやっぱりギターの苦手だったりとかするので、うんうん、温度と湿度ですね、うん、なのでそこが一番人間がいて気持ちいいところに保管してあげるのが一番いいです。ただどうしても毎日人がいるところにギターを保管してあるっていうのは難しいと思うので、そういった場合はですね、例えばちょっと湿度が、低いとか高いとか暑いとか寒いとかっていうところで保管される場合は、ハードケースの中に入れて、その中に、湿度調整剤っていうのがあるので、そういったものをポンと入れていただいて保管してあげると比較的、いいです、長持ちします。ただですね、一番の最高のメンテナンスというのは毎日弾いてあげること、触ってあげることです、かまってあげることですね。人と一緒だ。人と一緒です、本当に。なので毎日例えば5分でも10分でも触ってあげると、そういったギターってすごく調子がいいです。へえ。長く触らないと、例えばネックが反っちゃったりとか、あとはそのどこかに剥がれができちゃったりとか、それで不具合っていうのが出てきて、あと音も悪くなったりとかするんです。常に触ってあげることが一番です。コミュニケーションが大事ですね。そうです。人と一緒で。コミュニケーションです。そうだったんだ。触ってあげた方がいいんだ。そうですね。特にこういった高級ギターっていうのはよりデリケートだと思います。なのでそういった意味でも触ってあげることが一番ですね。そうなんだ。触ってあげよう。うん、そっか。ギターは人と一緒。一緒です。かまってあげるということで。そうですね。やっぱこういうのをこれ飾っといた方がいいですか。そうですね。それでもいいですし、まあスタンドでもいいですし、全然、はい。スタンドがいいですね。そうですね。ただスタンドでもちょっと気をつけないといけないのが、うん、このマーチンって塗装はちょっと特別なんですよ、はい、ラッカー塗装というのを使っているんですね、うん、ラッカー塗装っていうのはすごく、工程に、手間がかかったりとかして、高級ギターによく用いられる塗装方法なんですけども、うん、そのラッカー塗装っていうのはもちろんサウンド面ではすごくいいんですけども、うん、ただデメリットもあって、管理面ではちょっと大変なところがあります。大変といっても難しいことではないです。スタンドって結構こういったゴムのスタンドって多いんですけど、このゴムのところにずっと放置しちゃうと塗装が溶けちゃいます、ギターの、じゃあどうしたらいいかというとですね、こういった、布をこういったのを巻いてあげると、
塗装の劣化はなくなるので、そこだけちょっと気をつけていただいた方がいいですね。あ、すみません、先生、これいくらでしたっけ？33万円。はい、でも、ええ、うん、やっぱり一流は一流のものを持つと。そうですね。本当にその通りだと思います。マーチン。はい、マーチン行きました。ということで、ドラゴン先生こと、坂田誠一郎さん、はい、マーチンのシングル王の18を、ご購入していただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。このチャンネルの方もぜひ見てもらいたいのが、はい、僕のチャンネルでですね、大輝が、まあ、店長大輝が赤裸々に過去を語るとそうですね、いうことをされていますので、はい、うん、ぜひちょっと見に来てもらってですね、はい、うん、僕やっぱりもちろんギター、このアコギギター専門のっていうそのビジネス的な部分もすごく興味があったのもそうなんだけど、はい、やっぱりそこにまつわるストーリー、はい、だってね、あのまさにこうギターもストーリー、はい、うん、そうですね、なので、はい、その扱ってる店長結構ストーリーを語ったりしてるの、このチャンネルで。そうですね、そのギターに対してのストーリーっていうのはよく、まあ、ギター紹介の時に紹介はさせていただいてるんですけど、うん、僕のストーリーというのはあんまり喋ってないので、うん、そうだったんだ。そういった意味でもちょっと僕のストーリーを知りたい方はですね、はい、ぜひあのドラゴン先生のチャンネルの方を見ていただきましてですね、ぜひぜひ、あの嫌われないといいんですけど、いやいやいや、お前そんなやつだったんだっていうちょっと思われたらちょっと辛いなというのもありますけども、はい、そうですね、あの概要欄にですねそのチャンネルの URL をつけておきますので、ぜひぜひぜひご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。いやーでも本当になんかいい買い物できたなっていうか。ああそうですか。うん、なんか納得して、はい、やっぱいろいろ触れてみて、そしてその裏側のストーリーや、うん、はい、まあ基礎知識もないとか、だからなんか例えば僕のチャンネルから来てる人もいると思うんですけど、はい、なんかどうしたらいいですかね、その例えばこういうギター探してますとか。ああ、なるほどなるほど。うん、はい、なんかこのオプトリーヤさんの情報をゲットするためにはどうしたらいいんですか。あ、そうですね。YouTube 特にあの頑張って配信してますので、うん、まあ、そちらの方からコメントしていただいてもいいですし、うん、あと LINE もやってますので、うん、LINE で直接、ご連絡していただいてもいいですし、何かこういうの相談したいんだっていうのことがありましたらですね、ぜひちょっとご相談していただければ、私が答えられる範囲ではさせていただきますので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、いやーでもめっちゃいい買い物できたな、はい、ありがたいです。ぜひこれをね、持って、はい、トヨタスタジアムで弾くのかそういいですね。いつトヨタスタジアムで、イベントを開催されるんですか。これ今ずっと言い張ってるのが2024年の10月26日っていう土曜日なんですけど、ちょうど1年後。そうですね、ちょうど1年後なんだけど、はいはい、これまたトヨタスタジアムってちょっと特別なところで、はい、借りますって言って借りられるわけじゃなくて。そうなんですか。そうなんで、まあ教育フェスをやるっていう予定なんですけど、やっぱ日程がまだ確定してないっていうか、はい、まあ、多分土曜日なんで、そのサッカーとかラグビー、ああなるほどですね、あっちが最優先なんで、なんですけど、まあ、必ずね、その2024年中なのか、うん、まあ、もしかしたら2025、2026にずれ込むことはあると思うんですけど、うん、でも設定しなかったら動けないんで、はい、だからこの日っていうのは設定しながら、うん、で今なんとかその市役所さんとかに接触したり、今東京メインで活動してるんですけど、うん、この愛知、はい、戻ってきて愛知でもなんかこうドラゴン先生がリアルでいろいろこうやっていこうかなと思っているので、はい、まあ、その一つのなんか、うん、まあ、イベントとかで音楽、はいはい、絶対音楽と教育って間違いなくマッチングいいので、はい、そういうところでなんかあのおとりやさんにいろいろこう、はい、例えば出演してもらったりとか、うん、それこそなんか子供たちにギター教室じゃなくてもいいんだけど、うん、なんかギターの魅力を語ってもらうとか、そういうのがあったらいいなと思って、うん、間違いなく、だから、ね、僕どんな職業の人も教育とは親和性が絶対あると思うから。ああなるほどですね。そうだからね、そうなかなかやっぱギター専門で取り扱ってる人と出会う機会が子供たちはないから、うんうん、はい、まあ、僕のチャンネルでちょっと紹介させてもらって、はい、うん、大輝の魅力もそうだし、はい、まあ、そっか、そういう仕事があるんだとか、うん、かなり特殊な仕事とか。特殊ですね。そうそうそう、うん、だけどやっぱこうやって
自分の好きなことを仕事に、うんうん、している人を、まあ、うちのチャンネルでは紹介させてもらったり、うんまあ、今後はやっぱ不登校、はい、なかなか学校に行けない子たちをいろいろこう学校に行かせるっていうだけじゃなくって、うん、なんかその自分の好きを見つけていくお手伝いをするというのが僕のチャンネルの今後のコンセプトなので、はい、まさにこのタイミングだったなと思う。鳥、うん、まあ、言い方あれだけど、あのなんか結構ちっちゃい頃鳥はそんななかったっていう話とか。そうですね、そう、はい、何もなかったんです僕。唯一というか、まあ、本当好きだったのがギターだったんです、はい、それが今仕事になって、はい、もう希望ですよ悩んでるね、みんな。いや嬉しいですね、うん、何かね力になればいいですけどね、うん、そう、うん、ぜひ、僕のチャンネルの方も遊びに来てください。はい、ぜひご覧ください。はい、見ております。そうですね、ちょっとドラゴン先生のチャンネル、ちょっとサムネが強烈なんですけどね開くとですね、すごく優しさにあふれたチャンネルですので、ちょっとサムネがちょっと あれですけど、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、ということで、はい、今日は、ドラゴン先生に来ていただきまして、はい、このマーチンのシングルを18をご購入していただいたという動画になります、ということで今回クラファンの、YouTube コラボ券ご購入していただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よかった買って、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃいいよこれ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ドラゴン先生こと坂田誠一郎さん、マーチンのシングルを18ご購入ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、今回はいろいろ試した中でミニギターがいいなということで、テイラーとマーチンが最後残ってマーチンをお選びいただいたという流れになります。初心者で30万円のギターは高いんじゃないか、そう思われる方もきっと多いと思います。実は事前に10万円から30万円のご予算とだけはお聞きしておりました。もちろん初心者用のギターでも10万円以下のギターもたくさんあります。ですのでご予算に合ったギターをぜひお選びいただければと思います。まあ、今回のように見た目から入ってもいいですし、音、弾き心地、持ちやすさ、いろいろな選ぶ要素はあると思います。ぜひ今回の動画を参考にしていただきまして、ご自身に合ったギターと巡り合って楽しいギターライフ過ごせるように心から応援しています。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。面白かったなという方はいいねのグッドボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。そして感想などありましたらぜひコメント欄にシェアしていただけますとすごく嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。